はい、こんにちは、テルアレクサンダーベルセンスです。商品紹介していきたいと思います。こちらの帽子ですが、ヤフーオークションにて出品をいたします。こちらの帽子なんですけどね、詳しい情報がね、ほとんど分かりません。まず商品タグのところを見ていきますね。色あせているんですね。これはピントが合わないんじゃなくて、実際に色あせていて見えません。で、裏側の方いきます。裏側の方見ていくと、注意、この商品の素材の染色は現在の技術では多少の脱色は避けられません。移植の恐れがありますので、濡れたまま タンパクの元物と一緒にしないでください。タンパクですかね。はい、まあ要は薄い色の衣類と一緒に洗濯をしないでくださいっていう注意書きですね。で、おそらくですけど、この注意書きの裏にサイズとか書いてたと思うんですよね。それがもう完全に色あせて今見えない状態になっていますので、商品としてはノーブランドってことで出品をしてますが、何かしらのブランドである可能性も十分に考えられます。はい、でこんな感じで裏返すと、昔あれですよね、ドラゴンボールのご飯が被ってた、なんかそんな帽子にちょっと見えますよね。まあこういうかぶり方が新しいわけではないんですけど、はい。で、サイズの方一応商品紹介のところには載せてますけど、実際のニュアンスをですね、掴んでいただきたいと思いまして、本日用意しました。これは旧型のスチーマーなんですけどね、これに被せてみてどれぐらいの大きさか。まず私の頭は入りませんでした。私は決して頭は大きい方ではありません。まあ大体普通ぐらいなんですけど入りませんでした。で、このスチーマーに乗せてもここが空いてるんですよ、ここが。で、まあこんな感じですね。ちょっと小さめではありますね。なのでまあ子供用というか、頭が小さい方なら入るんじゃないかなと思います。はい、この商品はまあそうですね、500円か1000円ぐらいから出そうかなとは思ったりしてますけど、まあ、ぜひ何か興味がありましたら質問なども一応受け付けます。すぐ返せるかどうかちょっとわからないですけど、お受けいたしますので、ご入札のほどご検討いたします。またテルアレクサンダーブルセンス等オークションでは落札者様の送料をですね、最小限にっていうことを考えておりまして、同梱発送も喜んでお受けいたしますので、ぜひこの商品とこの商品買った場合、もう絶対もうまとめて買った方がもう送料安くなりますから、ぜひ何かそういうの考えてる方いたらお声掛けください。ではご視聴ありがとうございました。